春は丹沢飲んだくれです。今日は2024年の4月の28日日曜日、ゴールデンウィークなんですよね。いや、なかなかね、この2024年のゴールデンウィーク、予報ではね、カラッと晴れる日がなんか少なくてぐずついてるって感じなんですが、今日4月28日はカラッと晴れてよかったですよ。晴れるのはいいですけどね、今年はもう本当暑いですね。今日でも25、6度いくのかな、麓ではね。でもね、今日はね、ここ丹沢遠野岳登っちゃえばもう涼しいですからね。で、今日はね、遠野岳って言っても大倉尾根ではないんですよ。それ去年行ったんでね、今年は西山林道を行って、まあ鍋割山の方ですね。で、途中からね、小丸尾根ってのに入るんですよ。で、表尾根を縦走して、で、矢比須峠で、バス間に合わなかったら、まあそこから柏木林道降りて美濃家って、まあそういう予定でいます。本当にね、時間がないんでも行きましょう。ただいま時刻の方は7時28分、まあ7時半ですね。さあ、とっとと行きましょう。今日は早起きしましたよ。千歳烏山、朝5時10分発のね、特急では一番列車、まあその前に一本普通列車はあったんですけどね、それ乗って新宿の、そこから小田急線で渋沢ってわけでね、本当すごいね。いや、5時10分のね、もうその列車なのにね、いや、席が全部埋まっててね、もう立ってる人もちらほらですからね。いや、ゴールデンウィークでみんなね、朝っぱらから出かけるなってね。いや、ウイルス騒動の時はガラガラだったのになって。でね、今日はそのとりあえずは西山林道行くんで、こっちなんですよね。大倉尾根はあっちなんですよ。まあテクテク行きます。カラッと晴れてますね。丹沢ね、今ぐらいが一番いいんですよね。もうちょっと季節が進むとね、あったかいっていうか日が長くなるのはいいんですけど、ガス、そう、霧がかかりやすくなるんですよね、季節風の感じで。今ぐらいだとね、まだまだあんまりね、山入っても霧がかかりづらいんでいいんですよね。しかしね、山の天気って変わりやすいって言いますからね。ここの交差点でこっち畑の方に入っていくんですよ。これでいいんです。ああやってね、里山、文明の社会、街中だとね、もう空がカンカン照りで暑いんですよね。早くね、山、森の中に入りたいってとこですよ。あ、ここでね、舗装が終わって土の山道になってきましたよ。別にね、向こう側回ってもいいんですよね。ずっと舗装道路で、あっち、そう、向こうの方がね、なんか正式な入り口みたいなんですけどね。でもなぜかこっち、いや、向こう側の道行くと途中に養豚場があるんでね、ちょっとその匂いがきついってわけでね、まあ、去年下りへ行って、なるほど、それでこっち側の道なんだなって分かりましてね。隣にもなんかね、道、車道っぽいのがあるんですけどね、なんでしょうね。でもまあとにかくこっちをトレースしていきましょう。こっちはね、一度通ったことがある、その鍋割山登るときね、通ってますんで、ある程度はなんとなくね、覚えてますからね。あの建物が確か養豚場だったかな。ちょっとかすかにね、豚の匂いが漂ってきますね。まあ、それはそうと、この道ね、この先確か獣よけの柵があったと思うんですけどね、まだそれついてないな。なんて言ったらね、獣の柵ありましたね。これはどうやって開けたかな。まあ、とにかく開けないことにはしょうがない。でもだいぶ傷んでますね。これを単にこう外すだけか。なるほど。で、またこうと、うん、簡単なもんだ。ってことは道合ってるな。この前来た時、まあだいぶ前、2年くらい前だったかな、こんなんだったかな。なんかだいぶ道が錯綜してますけどね。で、歩行ルートはこっちだな。ゴミを捨てるなって書いてありますね。結構整備されてるね。そう、これね、なんかいい感じの道で、これを行くのかなってね、最初一番初め来た時思っちゃいましたけど、違うんですよね。これなんかの作業道みたいなやつで、でね、道はこの通り
縦札ある通りこっちでいいんですよ。いやこれはちょっとね、下手したらあっち行きかねないですね。そうするとあとはこれをねただひたすら歩いていけば西山林道にぶち当たるってわけですね。いや今日これマイクの調子壊れないといいんですけどね。前回川の山行った時ねちょっとバリバリ音が入ったら音がザーッと消えたりねひどかったんですよね。カットによってはね、いやどうも接触不良みたい、なんか汗かなんかねちょっと入っちゃってそれで接触不良だったらしいんですよね。だからね綿棒細くしてねちょっとウイスキー染み込ませてゴシゴシ拭いてでねよくそうやって掃除したらまあ大体良くなったって感じなんですよ。うちでやったテストではね。ここ西山林道と合流しました。正規の入り口はねあっちなんですけどね、いやさっきも言ったようにあっち行くとちょっと養豚場の匂いがきついってわけで、でこのね森の中通るルートを推奨されてるわけです。だからここから西山林道始まりますよ。コースタイム的にはねあっちの大倉尾根行った方がまだ若干短いんですよ。ただどうだろうね、疲れ方はこっちの方が緩いのかもしれませんけどね。路面状況も困難ですからね。ただこの先ね山に入る、そうこのずっと林道行った先二股っていうねその沢を塗装していく、でそこから入る小丸をね、いやどんな感じかってちょっとその勾配がなんだなってね。こんな分岐あったかな、塞いでありますね右の方が。じゃあ左ですね、地図に載ってないもんねこれね。あそうですねこっちです。こうやってね低山はね地図に載ってない作業道とかありますんでね、それでね迷いやすいってのはあるんですよ。標高が低いからって舐めちゃいけません。未舗装の砂利からまた文明の舗装になりましたよ。いやほんとね人少ないわ。私含めて確認したところまだ5人ですね、この西山林道は。二股 3.4 キロまあこういう道の 3.4 キロならね、でもまだ大倉から700メートルしか来てない、また砂利に戻っちゃいましたよ。それにしてもずいぶん緑が濃くなって燃えてきてますよ。草冠に明るいの萌えですけどね。3月から4月にかけては、まあ早春ならこんなもんかってちょぼちょぼだったんですけどね、4月半ばあたりからどんどんこれは緑のパワーが増していきますね。また1人これで私入れて6人ですね。いやいい感じに見えるね。そうこういうところはね森の中を行く森林浴的な楽しみはいいんですけどね、木でずっとねこうやって視界が覆われてるんでねパーッと開けたそういった感じがあまり見えないっていうのは、まあ、低山だからしょうがないっちゃしょうがないんですよね。まあそれゆえねこう木陰になってカンカン照りのこんな日、あるいはこれからもっと、ね、太陽の強さが強くなる、太陽の光が強くなるって時も穏やかに行けるんですよ。あまたここから道が文明化されておりますね。そう確かそうこの道ね舗装してあったりなかったりってそういう道でしたね。大倉尾根に比べたら全然緩いんですけどね、やっぱり林道なんでなんだかんだで若干ずつですが登ってますよ。しかし道の状態良すぎますね。さっき行ってそうさっき前に行った8人か、なんかポツポツとは来るけどね、あっちの今日大倉尾根どうなんだろうね。いやそれはまあすごい人でしょうね。この曲がり角これをねぐっと曲がっていくとさ何があるかと思えば特に変化はないですね。相変わらずの林道ですよ。やはりちょっとばかり秋が来ますね。いい雰囲気ですね。これがね地面張って
ってる水でなきゃ汲んで飲んでもいいんでしょうけどね、ちょっとやっぱりいろいろ汚れとか、あとなんか落ち葉の匂いがお茶みたいに染み出してなんか渋くてまずいっていう話も聞いたことありますからね、まあ、とにかく地面張ってる水はね要注意です。基本煮沸した方がいいです。もう木漏れ日キラキラ、これですよ、これこの感じがいいんです。ここは別にね分岐じゃないんですよね、単にこの丘の向こうをぐるって回る道があるだけで、結局はこっちに合流するんでね、こういうところはね細かすぎて地図には書いてないってわけなんですよね、まあ、結局ねあっちからこうやって来るというね、本当に低山はこういうことが多いです。うん、森作ってますよ、水源の森ですよって話ですね。初めてベンチ見ましたよ、分岐か、黒竜の滝、あるんだそういうのね。ちょっとやっぱ今日は時間ないな。表丹沢県民の森、現在地ここ、あ、なるほどね、うん、こっちの方にそういった自然公園があるという。動画を撮った後ね抜き取り的にチェックしてんですがね、今回は前回川の山の時と違ってちゃんと音声は入ってるようですね。マイクの接触不良だけじゃなくてね、どうもメモリーカードも前回悪かったようなんですよね。今日使ってるのはその川の山でやった時と同じメモリーカードなんですけどね、前回使った時はなんかね書き込み不良です、データ修復しますかっていうのはちょくちょく出たんですけどね、今日はそういうのないんですよ。一応パソコンでねフルフォーマットかけてそれでね整理清掃したっていうのが効いてるかもしれませんね。いやでもね今日最後まで使ってみないとちょっとわかんないんでね、無事に使えることを祈ってますが、あと言ったら、あ、分岐ですね、これはね正規の分岐ですね、地図に載ってる分岐です。あ、ドラム缶入ってますね。まあ、それはともかくこの分岐ね、また別の林道との分岐なんですよね。で鍋割山は方はこっち右を行くんですよ。これもね本当にこの前行った時もう2年前だったかな、これちょっとね地図確認して覚えてますよ、ここで確認してこっち行ったっていうのはね。うん、なるほど、相変わらずこれ水出てるね、山からね染み出してますからね。別にねこのとこ大雨降ったってわけじゃないんですけど、本当にね山の保水力は大したもんです。あそこの分岐が見えたってことは二俣っていうね川との交点までもうちょっとだったよな、まあそんなに遠くはないはずなんですよ。そうです、この広場覚えてますよ。これなんかね銅像があるんですよね、なんか山関係で立派な人を称えた銅像が、あ、あそこにね鎮座しておりますね。ああやってねありました。ってことはこの広場過ぎてこれをガッと下ってったら川との合流点ですね。もうちょいですよ、なんか先に明るくなってるのあれが河原ですからね。やっとね川がすぐそばに来ましたよ。ここの感じがいいんですよね。そうですそうです、いやー潤いだ潤いだ。でこれを渡んなきゃいけないんですがね、もうちょい先ですね、ここら辺まで来るとねようやくね林道を歩いた甲斐があるなって感じですね。鍋割山の登りはここから始まるってわけです。この丹沢独特の番号札ね0番、まあ今日は途中で分かれるんでね鍋割山行かないですけど、うん、二俣って書いてあります、書いてあります、確かにここは二俣ですよ。いやーいいですね、あのこっちからまたなんか道が、あ、そうだ、これねずっと行くと大倉尾根につながってる道なんですよね。これね勝負者の地図にも載ってますよ、ただ初心者は行かない方がいいって書いてありますね、なんか相当きつい感じがします。
こっちの道はともかく、この先途上地点あり、増水時通行注意、まあ、こんな感じですからね。これね、橋を渡るよりは岩を、ちょっとこれは岩渡るのは無理だな。これ橋使うか。これ橋登るまでがちょっと危ねえよな。ちょっとこれ気をつけていかないと。よいしょ、よいしょ。いい感じだ。ちょっとぶよついて揺れるのがね、こっから先はこれはもうどうしようもないね。よいしょ。まだあるか。よし、渡り切った。いや本当にね、水きれいですよ、ね。時間の方は9時1分、こんなもんすかね。